ボリューム満点の唐揚げ定食。まずは静岡市葵区西門町にある桑屋食堂。昭和21年創業、78年続く老舗です。唐揚げをメニューを中心とした、あとは生姜焼き、あと焼き魚で、もつ煮と、あとカレーライス、大体そのぐらいですね。人気は揚げ鶏おろしポン酢定食。こちらは特盛りです。鶏もも肉を2度揚げします。一度揚げて、でそれをこう、まあ、二度揚げして、中はジューシーで周りはカリッとですね、まあ、唐揚げの上にこう大根おろしが乗っかってポン酢醤油で食べるっていう、そうですね、特に夏はたくさん出ました。さっぱり食べたいんでね。唐揚げとおろしポン酢が相性抜群です。メニューは大中小と量を選べますよ。唐揚げの量がこうちょっとずつ増えていくんですけども、でたくさん食べたい、美味しいものはたくさん食べたい、でもちょっと今日はちょっとでもいいよと、それでサイズをこう分けるようにしました。たくさん食べたい方には特ポンがおすすめ。味噌汁は野菜がたっぷり入って具沢山です。こちらは豚肉の生姜焼き、肉の量がダブルになっています。使うのは国産豚肉の切り落とし。タレは、まあ、味的に言ったらちょっとこうかば焼き寄せな感じなんですけども、まあ、それに、まあ、醤油ベースですよね。 みりん、酒で水飴で、あとはまあ生姜とおろしにんにく入ってますね。ダブルは、まあ、1人前の生姜焼き定食が、まあ、生姜焼きがそれが倍盛りですね。で2人前が盛り付けられた定食です。肉一切れが大きめで食べ応え満点、濃いめの味付けでご飯が進んじゃいますよ。魚好きにおすすめの焼き鯖の定食、ご飯はプラス50円で玄米に変えられます。もうサバ半身、それをこう、まあ、大きめのやつを探して買ってきてるんですけども、まあ、油は多いと思います。身は厚めで程よい塩加減です。お昼お腹いっぱいになって、それで午後も頑張ってまた仕事すると、そういう役割の立ち位置でいいかな、そういうふうに頑張ってやってます。イベントに出店することもあるキーマカレーも絶品、静岡市の桑屋食堂です。